にちは、丸さんです。今日はですね、山中湖の、平の交差点にあるにぎわい広場で、なぜか僕は生きたカブトムシを売っているんですが、カブトムシを売りながらカブトムシを作ってみようということで、こんなのを買ってきました。自由研究シリーズ生き物編カブトムシ2体入り、富士見模型さんですね。何がどうなんでしょう。うわ、すごい、こんな感じで入っています。ちょっと出しとこうかな。2体分なのでね、この羽になります。ただこれが台座ですね。お、2セットずつ入ってるんだ。これが1つで、これも1つで、これは2、これも1つ。お、ジャンプ入ってますね。羽羽ですね。で、これが頭の部分、頭とお腹ね、頭とお腹と、これで1つ、頭とお腹とこれで1つ、これで1つで、これが2つずつ入ってますね。これと羽が2台分です。さて、どこから作りましょうか、ね、これ説明書見ながら作っていきたいと思います。まず1体作ってみましょうか。よいしょ。まずこのでっかい角ます。これね、すごいのは箱にもあるんですけど、イジツリムーブ、旦那も畑やってて、パーツ、あ、そう、イジツリムーブパーツ、ニッパー不要、ニッパーないのでもいい、売って手で切れるそうです。ほら、切るかな、キュッキュッキュッ、欲しい、やっぱり、あ、取れた、取れると取れます。お、すごい、これです。これに F の1、よいしょ、これで完成。やったー、はい、これで1個羽なし完成。
こんなになります。カブトムシ見てきな。カブトムシです。ということで、今日は生きたカブトムシを売りながら、プラモデルのカブトムシを作っていた丸さんでございます。カブトムシはこの後夜9時半まで売ってるそうです。ご来店お待ちしております。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。